はい、皆様こんばんは。ニュージーでございます。今日はね、最近思った風俗嬢について、風俗嬢のことについて話してみようかなと思います。まずね、風俗嬢をパソコンで調べてます。 Wikipedia。 そしたらね、風俗嬢とは、風俗店に勤務し、性的サービスを提供する女性の俗称だそうです。で、最近というかさ、まあ最近でもねえか、前から思っていたことですけど、風俗嬢って、いや、まず、勇気があるなぁと思うわけですよね。だってさ、見知らぬ相手に、会ったこともない相手と初めて会って、そこでちょめちょめするわけですよね。なんかそのまず精神がすごいなって思うわけですよね。だって相手のこと分かんねえじゃん。性格もバックボーンも生まれも育ちもどんなやつか、人間性も相手の。それでもね、こうサービスをしようっていうのがまず俺にはできないし、いやー、すごいことだなと思うわけですよね。はい。で、まあ Wikipedia さんが言ってあることを言いますね。業態別にソープランドなどでは、ソープ嬢、泡姫、ファッションヘルス、デリバリーヘルスなどでは、ヘルス嬢、デリヘル嬢、SM 業界においては SM 嬢などと呼ばれている。めちゃくちゃ名前ありますね。風俗嬢といっても、めちゃくちゃジャンルはあるわけですよね。単にコンパニオンやキャストなどと呼ばれることもある。求人広告や店内の掲示物などでは用いられない俗称であり、風俗嬢になるきっかけも書いてありますんで、ちょっと参考に見てみますね。なるきっかけはね、週3日の勤務で月収30万程度になることから、収入が大きいという理由。え、そんなに行くの？週3日働いて月収30万。いや、こんなことまずサラリーマンでは無理ですよね。だって、え、週3日ってことは月で言うと12日ぐらい、月の半分も働かずに30万程度。はあ。最も多い理由は贅沢な生活をしたい、生活費のためという理由。全体の 60% の風俗嬢はこの理由である。まあ、ウィキペディア先生もね、なんか断言してますよね。風俗嬢の全体の 60% がこういうお金がね、理由らしいって断言してます。ただし、その生活に慣れてしまい、他の職業に就こうと考えても収入が減少することを理由に躊躇するケースもある。ああ、そらそうでしょうね。だって、風俗嬢時代のこの金の羽振りで他の業種行ったら、それはやっぱね、ガタンと落ちるし、収入が。まあ、まずお金でしょうね、風俗嬢になる。あと書いてありますね。恋人やホストに貢ぐためという理由が全体の9割。ああ、まあそんなもん少ないですね。SM クラブでは趣味を楽しんだ上にお金が稼げる。あ、だからやっぱあれですね、好きなこと、そういうのが好きな人がやっぱなる人もいるんですね、風俗嬢にね。自分の価値を試したいという理由がきっかけの風俗嬢もいる。
まあね、まあまずお金ですよね、風俗場の。うん、風俗場や、あ、風俗場のようなヒューマンサービスでは、客の心を満たすために親しみを感じさせる言動や振る舞いをする。あ、もうこれがまず無理ですもん。その相手がこう満足するためになんかね、親しみを感じさせる言動や振る舞いをする必要がある。大変ですね。しかしサービスを提供する側も人間であるため、マナーを知らない客に嫌だったり悲しんだりすることも当たり前にある。まあ人間ですからね。まあでもそういうのも込みでやっぱやってる人はやってるわけですから、風俗場、うん、まあメンタルが強いって言っていいのかちょっと言っちゃってるのか分かりませんけど、まあウィキ先生はこの辺でね、ウィキペディアはこの辺で切りますけど、まあそういうことらしいんですよね。だからまあ私の周りにはさ、そういう風俗嬢の友達とかいませんし、直で喋ったこともないんですけど、まあわからないんですけど、まあただやっぱお金のためっていうのがやっぱ理由、まああとね、そういう行為自体が好きっていうことなんでしょうね。まあでも結局さ、やっぱメンタルが強いでしょうと思いますね。画面ブレブレだ本当。